まして、そか、水の中に入っちゃえば、あいつ爆発しても。よっしゃー、うまい。じゃあ、置きますよ、ここに。はい。はい。ちょっと、ほら、もうそういうことする。危ない、もう。すぐやるから、本当に。せーの。お、え、豚？あ、違う違う、豚、豚な、ほら、なんかちょっと危ない、あの人。本当に悪い雪だるまだよ。エースしまってこようっと。アイクさんとか一番寂しかったの俺がおらんくて。いや別に嘘つけやこれ何これ何これ珍百景送る。いや採用されないでしょ。缶圧パンね。今石集めてるからちょい待ちね。はい。おい。これは今原木集めてます。はい、母さん。うん。石入れとくわ。はーい。はいどうぞ。Thank you。これ本当にマジで今日フィニッシュ決められそうな気がする。うん、決める。石って丸石？丸石、うん丸石でできるはず。お、10個ずつ。うん、10個ずつ缶圧板をね。はい、パン10個っていうのがありました。パン10個、課題はクリアしたんですか。いや、まだ今から集めなければいけません。あれ、これ丸石じゃなくない？またえ、ダメ、石全部が禁止になった。あ、2個並べてもダメ。ダメっすね。あ、じゃあ焼き石っすね。あ、ほんとや。だってあれはできるもんな、木は。うわぁ、すげえ時代変わったね。石でできてませんでしたっけ。あれ、わかんない、覚えてない。最初から焼き石だったかもしれない。もう覚えてない。1,2,3,4,5 缶圧板っていうのも作ろうとしたら木しか作んないからな。あ、そっか。でもなんか銀行とか作るよって時に簡単に作るよっていうの気はするけどな。焼き石回収してきました。はい、じゃあコップにしてこのチェストを入れてください。64切ったら OK。 はい、焼き石。あ、焼き石でできる。あ、いいね。2個で1個か。よしよしよし、結構使うな。でもここ48ですよね。今42あ48。今塗って入れました。 OK。あと60。バステンさん、石が足りんかもしれん。石足りん、分かった、もっと作るわ。2個で1個やもん。あ、そっか。あ、そうなんだ。俺丸石ないわ。全然丸石が足りんね。ね。ねえ、アイクタン。もう返事もしちゃった。丸石が足りん。原木50個達成。お、よし。はい、ピロリーン。ペロリン。石あと何個っすか。え、もうあと10個ぐらいかな、残り。お、もう終わるな、ほんとに。いや、でも、羊毛、アイクさんの働き次第ですね。アイクさんの働き次第か。あと、大変。我が社の命運は。大変なのはエンダーパール集め。うん。うわー、そっか、あれがあったね。10個。今何個ですか、エンダーパール。え、1個か2個じゃない。ゼロ。うん、あとイカですね。イカ沸かせなきゃダメなんだけど。あ、イカ沸いとったよ、あの滝の中に。イカを倒してイカ墨を手に入れなきゃ。うわー、無理やな。やっぱこの間沸いたところにもう一回水を流しとくわ、こうやって。え、あそこ、この池の中とか沸かないんですか。大体沸かないね。おー、アイクさんいいね。赤と黄色がピロリンですね。 OK。 はい、赤と黄色がピロリン。赤と、赤がピロリン。黄色がピロリン。いいんじゃない？ピロリン。ヨッピーさん一回も来てなくない？最終回いいんすか？確かに。鳥ちゃん、くるくる言ってて結局仕事が忙しくて来れないっていう。くるくる詐欺かよ。くるくる詐欺だね。くるくる詐欺。くるくる詐欺。木と石の貫通版終わり。はい。じゃあそれを確認しに行きます。これ入れてください。あ、入れて、入ってる。10個10個入れたっす。 OK、 ピロリン。得点稼ぎだな、松さん今回は。うん、本当に
あとコップも64と10個の看板、あ、和田さん10個の看板お願いします。はい、看板、看板は木はもう何でも使っちゃって OK です、だいぶあるんで。あ、はい。マジでこれ車スピード出したらマジ滑るだろうぐらいの勢いで、みんなこうジャバーってやりながらこう触らんかな。いやでもどうしたらみんな疲れてるんですか、夏バテ。違う、みんな作業してみんな作業してるから。あ、そう。いや、あの違うんだよ、ワッサン。君の勢いに圧倒されてるだけなんだよ。違う違う。なんかもうちょっとこう昔はさ、もっとグイグイ来とったのに。あ、グイグイね。グイグイ。ちょっとこうしなんかこう沈黙の時間が長くなってるよ。なんかすごいダメ出しされてる。作業しよったらこう沈黙にはなりよったけど、こう沈黙の時間が長い。わかった。ちょっと喋るから。あ、イカ湧いてますよ。え、マジ？どこ？あのトモさんが滝。本当だ。よし、いっぱい滝作った。滝森から？やっぱり向こうか。やってくる。滝。よし。大事なの捨てた。回収できますあれ、隅。いや、いけるっしょ。マジで。ほら。イカ。あ、無理。あー、落っこっちゃったイカ。でしょ。そもそも怒ってますよ。これは帰れるけど。ここの水のばらまき方半端ないですね。そう、ここバーってやったらイカ湧くかなと思ったんだけど、これもう湧いたって思ったらすぐ突っ込まなきゃダメか。これやっぱりこんだけ水まくんだったら、あのもっと大きい人工の池作った方がいい。あ、そうか、池作る。そんな。それでしたね。はい、あ、ぶつかった、ぶつかった。あ。危ない。わあ、死んでないんか。死んでない。すごい残念があるね。トモさん大丈夫ですか？大丈夫です。すげえ棒読み。叩き落とすしか。やめて。出るちゃおうかな。どこに狙ってやがった。そっか。また開いた。イカ開いた。イカ開いた。行ってくる。なんか暗いよな。行ってくる。何くらいとこ、イカ落ちるなよ、イカ落ちるなよ。あー、また食らった。あ、湧いた。ウィッチめっちゃおるな。なるほど、バーセンさん釣り竿で、で、あの固定しようかなって。これ死ぬ。なるほど。あ、鉄の剣がいないか。死んだらいかんよ、マクさん。鉄の剣、あ、いかん。死んだ、あ、ウィッチは半分残ると。あれ、あ、落ちた。どうなんだろう、まあ、バセさんが石今掘ってくれたんで、じゃあお任せする。あー、死んだこれ。なんか手に入れた、ワツさん。いや、骨が湧かないんですよ、ゾンビと蜘蛛しか。これ鉄の剣持っていったよ、危ない。あ、大丈夫です、もう下はちゃんと確認して、落ちれる場所は。本当かよ。本当は本当。もう一回行ってこよう。お願いします。あ、エンダーマン来た。え、倒して。死んだなこれ。マサ、エンダーマン倒した？いや、死んでない。上におる。オッケー、俺が行ってくる、ワサの剣を持って。雪玉いっぱい何で持ってるんですか、この。確かに、なんで雪玉いっぱい持ってんだ。バステンさんの形見よ。まだ生きてる。生きてるわ。エンダーマンいます？あ、ワープした。どっかワープした。下に来た、なんかブイーンって。よっしゃ、オッケー。やっつける。どこにいる？え、なんか、あ、音がした。あ、雨降ってるからワープしまくってるんだ、勝手にダメージ受けて。あ、なんかやっすね。あ、砂糖が落ちてる。なんで？なんでだろう。わかんないけど。雨が一番厄介やね、したら。今日は。エンダーどっか行った。家の中とかおらんかな。おらんか。どこ行ったんやろ、あいつ。ダメか。今日は。ダメな日ですね、エンダーマン。ダメな日なのかな。牛、あ、アイクさん、牛は増やしといてください。はい。牛はね、あの本を作るのに必要になるみたい。あ、牛革。わかりました、牛革。え、本いくつ作るミッションですか。ね、本はね、本棚を10個。本棚10個結構遠いですね。本棚10個って本棚1個作るのに本何個いると。3か。結構いるね。っていうことは紙もいるから、サトウキビを今回収してこよう。やばい、結構やばい。あれ、やばい、今日終わんないか。今日俺最終回のつもりでいたんだけど。
や、エンダーパールス、ほんと、あれは無理やな。エンダーさんか。明日下か。もう下、上も全然おらん。あ、スケさん一匹湧いとる。え、マジスケ大事。上は。よし、落としてくる。そして、しらじらと開けてきましたね。うん。ヨガ。ダメか、今日で最終回にならなかったか。うん。最後ヨッピーさん来いってことじゃないですか、もうこれは。そういうこと？落ちろ、落とした。よし、どこ落ちた。あ、ワズさんの目の前を落とした。出てない、弓矢だけ。うわー、出ないか。あ、弓矢もね、あの課題要素なんですよ。何個ですか？何もですか？今20個。矢の束を、ね、弓矢を64個。うわー、まさか、全部それで区切られたんか。弓矢を64個集めて矢を作る。いや、弓を作るって書いてある。弓も作んだけど、まあそれはそんな大したことは、うん、雨か。全然雨降りようけんかな。全然モンスターおらんの。ほんと、あ、でもスケルトン超湧いてる。そこ、うわ、すっげえスケルトン湧いてる。だけどトモさん、イカもいっぱい滝に今。マジまた俺を。スケどこ？あれか、泳いでますね、まだ。いや、いるいる、いっぱいいる、いっぱいいる。よっしゃ、行ってくる。落ちるじゃない？大丈夫、落ちる前に倒せばいい。それだけ。トモさん、鉄の剣でしょ、それ。いや、持ってない、鉄の剣も持ってない。イカ間に合いそう。イカ落ちないで。イカちょっと待ってよ。俺が行くまで待ってよ。死ぬなら倒したくて死んでよ、もう。ちょっとそれはもうイカがなもんかと。おっと、バステンさんが言ってました。おっと、いや、言ってない、言ってない、言ってない。おっと、じゃあバステンさん、おい、エンチャントして指持っとるよ、あのスケルトン。ちゃっかり。よいしょ、いった。アイクさんかよ。ワッツさん倒して。いや、無理無理、剣持ってないもん俺。アイクさん行ってよ。え、マジだ。あ、あ、サムケツケ、フィンス、プレスオブス、フラッサー。あー、落ちた。ねえ、もう、ハンブロック150個くらい持ってたのに今。うわ。木のハンブロック。倒して今度あいつ、エンチャントに持っとるんやけん。じゃあ早く倒す、倒す。で、ワーさん、鉄の剣持ってたじゃん。いや、持ってない、持ってない。ここにしまった、ここにしまった。え、おい、これ持っていっていいんすか？もちろん返してくれるしよ。いやー、保証はできん。待って、ちょっと。待って、火で燃えて勝手に死んでいくわ。あ、そっか、それでいい。なんだ、ラッキー、ラッキー。たまにいいな。ラッキー、ラッキー。ほんとマイクさん根性なしなんやけん。撃ってくる。撃ってくるのが怖い。早くしない。匠がおるけんな。あ、骨落ちとるけど。骨落ち、あ、タクちゃんか。うち、マジいやらしい、最後。ちょっとさ、ワトさんさ、タクちゃんおびき寄せてさ、違うところ行ってよ。あれ、こっち来る、もしかして。出てる、出てる、出てる、出てる。こっち来てる、こっち来てる、こっち来てる、出てる、出てるじゃないから。こっち来てる、誰？あ、俺か。あ、いい、落ちる落ちる落ちる。ワンパン、これ、これで、これは水の中で爆発させれば平気って、さっきバステンさんがやって。どうだ、どうだ。あぶね。ハート残り1よ。え、水の中に着地しました？着地しました。もうすごい。骨回収してください。骨4つ、骨4つ。おばさん、全然ティッティリティッティじゃなかったよ、今。いや、もうトモさんがティッティリティッティしてる。俺がティッティリティッティだった、今。よくあの飛びで戻ってこれましたね、普通に。ねえ、今シュッと動いた。お、とりあえず弓矢も22。オッケー。これ何のスポーンブロック？多分ゾンビかな、豚は。あ、ゾンビ、わかんない。あ、これまだバグ？このバグまだあるぞ。そう、このバージョンのマルチはね、確かスポーンブロックがなんか豚になっちゃうバグが。え、最初豚でしたっけ？豚でしたよね。そう、ずっと豚で、少し前に治った。うん、え、ね、バーステンさん、滝に湧く。あった、あった、ほんとだ。上に2個あった、骨。マジ？ナイス。あった、あった、すごい。で、滝から漏れて落ちますね。なるほど、じゃあ漏れ行く、まだ行く。おら、飛び込めばお前らより先に、お前らより先に。なんでお前、よ、よ、じゃあ、いくら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 、って、くそ、本当に。
もうほら命がけのイカスミ集め。イカを何かけなんで湧くんやろうね。なんだろう、深さ1じゃ湧かないのかな。あ、かもしれない。終わりましたよ、64。あ、オッケー、見に行きます。先に戻しますね。本当だ、チェックしました。ワートさんの勘が合ってた。ティロリン、ティロリンと。なので、コップンはもう使いたい放題ですね。うん。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ。下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録、再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。